こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、事項の完成猶予と事項の更新について、これの基本事項ですね、これを解説させていただきたいと思います。まあ、基本事項なんで、あまり細かい部分までは、いかないんですけれども、ある程度のイメージだったりとか、まあ、つながりとか、こういった部分が頭に入っていると、まあ、さらに、細かい部分を勉強する上で、これは土台になりますので、ぜひですね、イメージ、基本的な部分をこの動画で頭に入れていっていただければと思います。で、まず、事項の完成猶予なんですけども、これどういったものかというと、一定期間だけ事項が完成しないというものなんですね。事項は完成しない。例えば、この時点が事項の完成予定日だったと仮定します。で、その例えば1ヶ月前とかに、事項の完成猶予の事由が発生しましたよ。例えば、ここで言うとですね、裁判をしましたと。訴え提起しました。裁判所に、訴状をね、送りましたと。提出しました。まあ、そういった場合に当たります。その場合、一定期間は、時効期間、この予定日を過ぎたとしても、時効完成しないんですね。これが時効の完成猶予です。で、例えば、ここにも書いてある通り、今言った裁判の話ですね。訴訟を提起する。訴えを提起する。裁判所を使うってことですね。裁判上の請求っていうのは裁判所を使って、請求するということですね。で、この場合は、この裁判が終わるまではずっと時効は完成しません。その間に時効の完成予定日があったとしても、ここ経過してもですね、ずっと時効は完成しないということになるんですね。じゃあ、取り下げをしたり却下された場合どうなるのかと。言うと、まず取り下げと却下の違いなんですけども、さっき却下の話します。却下っていうのは、裁判所に提出するんですよね。訴状を提出するけれども、その後、もう審理もしない。つまり、まあ、原告と被告、まあ、呼んで話し合いとかするわけですよね、通常は。そういった審理をせずに、もう、門前払いされちゃう。これが却下なんですね。一方で、取り下げっていうのは、訴状を裁判所が受け取って、内容を見て、はい、OK ですと。で、原告と被告呼んで、審理を始める。で、判決が最終的には下されるけれども、それまでの間に、訴えを提起した人が、やっぱ裁判やめますと、言った場合です。まあ、この場合だったら通常は、債権者ですね。債権者が、例えばお金貸したはいいけど帰ってこないから、裁判所に対して、この人お金返してくれないから、裁判させてください、みたいな感じでこう、ね、訴え提起するじゃないですか。この場合、債権者が訴え提起して、取り下げるのも、その、債権者になるということですね。で、この却下の場合も、取り下げの場合も、とりあえずは時効完成しません。で、いつまで時効完成しないかっていうと、取り下げた日から6ヶ月間は時効完成しません。また却下された日から6ヶ月間、時効完成はしません。っていうことですね。で、もう一つあって、債告ですね。債告。債告っていうのは、裁判外の請求です。つまり、裁判所を使わないんですね。こっち裁判所使ってますよね。こっちは裁判所使いません。裁判所を使わずに請求をする。例えば、内容証明郵便を債務者に対して送る。債権者が債務者に対して、内容証明郵便を送る。内容証明郵便ってどういったものかというと、まあ、内容証明のこの書式ってあるんですけども、まあ、書式に沿ってですね、例えば債権者は私です。誰々です。債務者は誰々です。いくら、いくら貸しました。期限はいつです。ということを書いてですね、返してくれません。返してください。みたいなことを書面で書くわけですね。で、それを郵便局持っていくと、郵便局がその内容、この書面をコピーするんですよ。で、コピーして、内容取っておいてくれるんですね。で、これ、どういうことかというと、この、あとあとこれ裁判になった時に、その内容証明郵便が、まあその内容証明ってね、文言使ってる通りですね、内容証明してくれるんですね、郵便局が。だから内容証明って言うんですけども、まあそういったもので、催告する、請求する。これも、時効の完成猶予事由に当たるんですね。じゃあ、いつまで時効完成しないかっていうと、催告してから6ヶ月間。6ヶ月間は、時効は完成しませんよっていう話です。で、ここにも書いてある通り、最後の催告はダメですよ。これどういうことかというと、例えば5ヶ月経過しましたよと。催告してから5ヶ月経過して、
ここの時点で、もう一回催告しちゃうと。内容証明郵便を送る。で、そしたら、ここからまた6ヶ月間、伸びるのかというと、これ伸びませんよと。これ意味ないですよ。じゃあ、どうしなきゃいけないのか、どうしたら、その債権をね、守ることができるのか。これ、何もしなかったら、この時点で、もう時効の完成予定日過ぎているわけだから、ここでもう時効完成しちゃうんですよね。そうすると債権債務は消滅しちゃうんですよ。そうすると債権者困るわけなので、じゃあその間にもう何しなきゃいけないのかっていうと、ここに書いてある通り、裁判所に請求すればいいんですよ。催告をして、まあ、6ヶ月間の猶予はあるから、その間に裁判所の請求をすると。で、そうすると、裁判期間中は先ほども言った通り、終了するまでは、また時効完成しませんよね。で、その後どうなるかっていうと、こっちに入ってくる。時効の更新に入ってくるんですけども、時効の更新ってどういったものかというと、その時効の更新事由に該当すると、時効期間が1日目に戻るんですね。スタートに戻るんです。時効期間がこれまで進んでいたものがリセットされるってイメージなんですね。リセットされるイメージです。その一つが確定判決をもらった時なんですね。裁判します。で、裁判して判決もらえますよね。で、これが確定判決であれば、確定判決をもらったら、時効期間がまた1に戻るっていう話です。で、この確定判決って何かというとですね、裁判っていうのは三審制っていう、まあ、制度が取られているんですね。で、三審制っていうのは、まあ、3回裁判を受ける権利がありますよってものです。通常ですね、地方裁判所、その後、高等裁判所、最高裁判所っていうふうに、控訴、上告ってこうやっていくわけなんですね。まあ、地裁じゃない場合もありますけども、まあ、一般的にまあ、そのように考えると、まあ、イメージしやすいかなと思います。で、まあ、地方裁判所で争いをしてですね、被告側とかが、俺不服だと、その判決。って言った時に、控訴するんですね。で、そうすると、はじめは地方裁判所だったけども、第二審っていうのは高等裁判所に行きますよ。この状況っていうのはまだ確定してないんですよ。地方裁判所では、判決出たけれども、不服だと思って控訴したら、まだ、確定判決はもらっていない状況になるんですね。で、ま、で、高等裁判所の判決も不服だってなってくると、次最高裁判所。で、最高裁判所が判決すれば、もうそれ以上争いませんので、これは確定判決っていうことになります。で、まあ、その他でもですね、まあ、その途中ですね、例えば、地方裁判所から高等裁判所でまた判決もらったけれども、もうこれでいいやと、いわゆる上告しません。最高裁判所に対して訴えしませんってなったら、もうこの時点で終わるわけなので、その場合も確定判決になる。まあ、この場合は、高等裁判所ですね。第二審の高等裁判所の判決が、確定判決になると、いうことになります。まあ、こうなったらですね、スタートに戻るよ、ということなんですね。だから今言ってるこれ流れがあるんですよね。こっから見るとすごくわかりやすいと思います。はじめに、まあ内容証明郵便送って、とりあえず6ヶ月間は時効完成しませんよ。その間に裁判を起こしますよ。裁判を起こして、まあ裁判期間中はとりあえずは時効完成またしませんよ。で、確定判決もらいますよ。そしたら時効期間が1から戻る。1日目からまた再スタートになると。まあ、いった流れなんですね。この流れがね、頭に入っていると、すごくイメージしやすいんじゃないのかなと思います。で、もう一つですね、時効の更新の、自由に当たるんですけども、債務の承認。これ意外と、知らないっていうのかな、理解していない方が多いので、ちょっと解説すると、債務者が自分自身、A さんっていう、まあ、債権者がいて、A さんからいくらいくら借りました。それ認めますっていう、この債務の承諾書。そういったものに記載してですね、署名、押印、すると、これが債務の承認なんですね。だから債務者が自分自身債務があることを認めるっていうことです。まあ、それをもう一番わかりやすい事例が書面にして債務承諾書みたいな形に、するとですね、わかりやすいと思うんですけども。まあ、そうするとですね、これも、スタートに戻るんですね。時効の更新事由になりますので、1からスタートになるよっていう話です。で今ですね、時効の完成猶予事由については2つお伝えして、時効の更新についても2つお伝えしました。その他にもあります。で、その他の細かい部分については、個別指導でお伝えする形にいたしますので、もっと理解深めたいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、時期によってですね、個別指導をやってなくて、短期集中実力アップ講座だけの場合もあれば、予想模試だけという場合もありますので、まあその点についてですね、弊社のホームページ、ご確認いただければと思います。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。